公的信用に関する第2報告書は、アメリカ合衆国建国の父であり初代、アメリカ合衆国財務長官だった、アレクサンダー・ハミルトンが、アメリカ合衆国議会の要請に答えて発行した3件の主要経済政策報告書のうち、2番目のものである。その主眼目は合衆国銀行を創設して、全国的な金融制度を確立することであり、合衆国銀行は、 民間で運営し、その一部を国が所有するという提案だった。報告書を作成したアレクサンダー・ハミルトンの肖像がジョン・パランブルが1792年ハミルトンは合衆国銀行ならば次の項目を達成できると考えた。国務長官トーマス・ジェファーソンは会員の指導者であるジェームズ・マディソンと共に 合衆国銀行のような権力を創設することはすぐにではないにしても、そのうち憲法に規定する弾力条項を拡大に解釈させ、各州の機構も全て単一で強力な中央政府の下に飲み込まれてしまうと考えた。ジェファーソンは憲法の中に銀行設立を可能にする原則を見出せなかったが、ハミルトンは金融制度を働かせるために必要な暗黙の権限が 憲法に規定されていると述べた。民間資本で作られる公的機関である銀行は政府資金の保管所としてまた財務省の金融的代理人として機能するものとされた。当時のアメリカ合衆国大統領ジョージ・ワシントンはハミルトンの案に同意しなかったがハミルトンは第一報告書による提案と同様に指示を勝ち取り1791年には 第一が州国銀行に20年間の認証を取得し、即座に政府、商人、及び金融化に全国的な市場創設に資するサービスを開始することになった。銀行は17,911年に運営を開始した。同じく1791年にハミルトンは国の負債の償還のために醸造主に物品税を課することを議会に承認させるという、 次のステップにも成功した。民主共和主義者たちは陶器を批判していたが、ハミルトンの計画は経済に強い上向きの効果を与えた。再建を創設することで企業家が急速に成長している分野に動かすことのできる流動資産を生み出した。これが当時大いに必要とされていたヨーロッパからの投資を引き出すこともできた。この再建は新しい有料道路、橋、運河、 蒸気船、鉱山、製材所、工場など、及び国内交易における投資に使われる、借金の担保として使われるようになった。1790年代の経済は活性化し、例えば輸出の場合、1791年の1900万ベドルから1796年の6700万ベドルと3倍以上になり、その大半がアメリカの商船で運ばれた。しかし、 ハミルトンが1795年に財務長官を辞任した後、その後継者のオリバー・ウォルコット・ジュニアは議会に、連邦政府はさらに多くの資金を必要としていると、告げ、第一合衆国銀行の政府が持っている株を売却することを推奨した。議会はこれに同意し、合衆国銀行から手を引いた。それから間もない1796年から1797年に、 不動産バブルが弾け、アメリカ合衆国は不況を味わった。数多いアメリカ人が破産し、アメリカ独立戦争の時の財務官を務めていたロバート・モリスなどその多くが債務者監獄に収監される浮き目になった。連邦議会は1811年に第一、合衆国銀行の認証継続を否決し、銀行は銀行家スティーブン・ジラールに買収された。 ありがとうございます。